超電バス、市街地循環ぐるりん号ぐるりん号は、長野県長野市で運行されているコミュニティバスである。長野市がアルピコ交通長野支社及び超電バスに運行を委託している。もともとは中心市街地のみ運行していたが、後に同市の若里地区、江北地区などを循環する若里、江北ぐるりん号や北東部のふるさと地区、吉田地区などを循環する東北ぐるりん号、篠ノ井地区を循環する篠ノ井ぐるりん号、松代地区をめぐる観光客向け路線の松代ぐるりん号、篠ノ井駅と茶臼山動物園とを結ぶズーグルが加わり、6路線での運行となった。その後、若里、江北ぐるりん号と松代ぐるりん号は乗り合いタクシーに転換されている。市街地循環バスは、アルピコ交通、超電バス両社が受託運行する。東北ぐるりん号は超電バス、その他の路線はアルピコ交通がそれぞれ単独で受託運行する。東北ぐるりん号を除く3路線では、路線名の頭文字を路線記号として停留所ナンバリングがなされている。市街地循環ぐるりん号は毎日運行されるが、東北ぐるりん号、篠ノ井ぐるりん号は平日のみの運行である。土休日には、篠ノ井ぐるりん号の車両を利用して、ズーグルが運行される。運賃は各線とも均一制で、以下の通り。なお、長野市バス IC カード、クルルの SF 機能、長野市高齢者100円バス利用証、お出かけパスポートは利用可能だが、両社の定期券は利用できない。一部の路線で乗り継ぎ割引を実施している。なお、IC カードのクルルで乗車した場合は、同カードの標準機能として、どの路線、どの停留所であっても90分以内の乗り継ぎで50円割引される。起終点である長野駅をまたいで乗車する際、下車時に運賃精算を済ませた上で、乗り継ぎ券を受け取り、20分以内に次発のぐるりん号に乗り継ぎ券を提示することで、1回分の運賃で乗車できる。乗り継ぎ停留所に指定されている北長野駅、市民病院で超電バスの一般路線に乗り継ぐ際、ぐるりん号下車時に乗り継ぎ券を受け取り、一般路線の下車時に券を提示すると、一般路線の運賃が20円割引になる。季節運行路線。4月中旬11月上旬のみ、運行市街地循環ぐるりん号 WEB-3 実証実験車両 WEB-4。実証実験車両篠ノ井ぐるりん号車両の描かれたバス停東北ぐるりん号車両の描かれたバス停2014年度より若里江北ぐるりん号は循環型乗り合いタクシーに松代ぐるりん号は観光めぐりタクシーに転換されている。運行経路や運賃はぐるりん号時代から変わっていない。長野市バス IC カードクルルについては若里江北線では引き続き利用できるが松代観光めぐりタクシーでは利用できなくなっている。なお、ここでは当初から循環型乗り合いタクシーとして運行されている川中島線も取り上げる。平日のみ運行。月、水、金曜日のみ運行。季節運行路線。5月7月から10月の土曜、日曜日、祝日、お盆のみ運行。ありがとうございます。